幸せになろうよ。やっぱり二人には強い絆があるなって思いました。幸せになれると思ったんです。八代さんと柳沢さんが二人でいればきっと。結局純平はアドバイザーに徹して身を引いたわけなんですが、あ、もうこういうとこイラッとするんですよね。なぜ春菜の気持ちを無視するのかなって。男二人で話し合ってものじゃないんだからちゃんともうちょっと話し合ってほしいんですよ ね。それにまあそうやってスパッと諦めたんだったらね、途中でどうしてそれを覆すのかっていうか ね。まあそうしてなんだかんだなんだかんだやりながら最終回まで引っ張ってきたっていう気がしてね。ちょっとそのあたり、この幸せになろうよっていうのがいまいちこう感情移入できないっていうところでしょうか。まあ香取慎吾演じる純平っていうのもね、なかなかこう回を重ねるごとにまあこなれてきたというかね、いいキャラにはなってきてるんですけどね。でももうイライラしてしょうがないですね。そしてそんな純平を尻目に八代は春菜にプロポーズ。君を必ず幸せにできるかどうかなんて保証はできない。でも一つだけ分かってることがある。君と一緒にいれば僕は幸せになれる。だから僕と結婚してほしい、なんか今までの八代と違ったキャラクターですごく良かったですね。いいですか。うん、いいですよ、こういうプロポーズ。はい。なんか自分が幸せになれないと相手を幸せにすることできないと思うんですね。だからまず自分を幸せにっていう自分を大切に思う気持ちすごく表れていて、まあある意味古典的なプロポーズではあるんですが、でもこんな男嫌じゃないんですか。全然OK です。じゃあ今の20代前半の女の子にも通用するのか。まあそのあたりは春菜の決断に委ねるっていうことにしましょうか。ね。その一方でサブキャラの方にもいろんな進展が。はい、春菜パパと純平ママ、お互いの子供のことがちょっと分かってしまったんですけども、でも落ち着いた感じでした ね。普通だったらどうする、じゃあもう会うのやめるとかバタバタなると思ったんですけども、そこはもう純平春菜八代とは大違いで。それにあの雰囲気ではひょっとしたら結婚っていうことまで考えていそうな、そんな口ぶりでもありましたよね。子供たちが結婚するのに親の私たちが結婚していいものでしょうかっていうようなね、そんな困惑さえ感じ取れましたが、そしてそしてあの小松原さんにもついに新しい恋の芽生え。ただしそれは小林きなこ演じる大河内礼子さん相手ではなくて、大谷栄子扮する初登場の森夏美。これは全くの想定外。まあなんといっても小松原を演じている大倉浩二、この前のデカワンコの時はかなりのデブ戦で、小林きなこがゲストで登場した時も思いっきりストライクゾーンで一目惚れ。当然今度もそうかと思いきやね。ちなみに小松原進を演じている大倉浩二自身はそのあたりのことや今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、僕もびっくりしましたよ。玲子さんもお相手が決まったようで、玲子を演じているきなこさんも私たちどうなるんでしょうねとおっしゃっていて、小松原も夏美さんと出会ってしまったので一体どうなってしまうんでしょう。不安なのは夏美さんが小松原のどこを気に入ったのかなんですよ。最近の小松原は打算的な面も出てきて割と嫌なやつな感じもするじゃないですか。酔っ払うとしつこいし。だから夏美さんに好きになってもらえる理由がわからないんです。ということでドラマがスタートした時に比べると小松原のキャラクターがだんだん変わってきてしまったので大丈夫かなという不安はあります。もしかすると全く違う人物になっていないだろうかと。というのは最初は内気で他人とうまくコミュニケーションが取れないような感情をあまり表に出さない人物でした。でも今はでかい声を出しまくっていて、こんなキャラクターじゃなかったのに、だから純平のアドバイスで変わったとドラマを最初から見てくださっている方がそう感じていただいていれば嬉しいですね。それと小松原の幸せを願うファンが多いと聞いて思ったんですけど、多分共感しやすいキャラクターなんでしょう。基本的に月9に出演される役者の皆さんは美男美女が多いじゃないですか。そんな中に僕みたいな男がいると親近感を持っていただけるんだと思います。だけど応援してくださるのはやっぱりありがたいですね。
なるほどね。でも本当に大倉浩二らしい役回り ね。デカワンコのヤナさんも良かったんですけどね。こっちのコマさんもいいじゃないですか。そしてそして公式サイトの毎度のお楽しみ、今回の順平日記。6月24日金曜日、終わったー。無事撮影終了しました。汗にも負けず、風にも負けず、沈む太陽にも負けず、でっかい花束もらったよ。でっかい声で叫びました。お疲れ様でしたって。順平頑張りました。ふう、終わった。はあ、大きな達成感。ぽっかり大きな穴、ストンと抜け殻。終わったーって叫びながら走りたい。頑張ったなーって自己褒め。不思議なこの瞬間。はい、うん、ふう、すう、ふう。よし、最終回見てください。この日記を読んでしまったキャラには必ず見てくれるよね。あなたは見てくれると準じてます。幸せをいっぱいありがとうございました。高倉順平でした。ジュンジュワー。クランクアップは最終回放送のわずか3日前。ということで、幸せになろうよ最終回。果たして順平は春菜と幸せになることができるのか、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。